こんにちは、こんばんは、高山です。今回紹介する PC はこちら、デルのインスパイロン153583になります。これね、デルの公式サイトで買えるんですが、価格がなんと 16,500 円です。マジで激安、ドンキノートより3000円以上も安いんですよ。ちなみにスペックはこんな感じです。普通にね、これだけ見ると19,800円のドンキ PC に勝ってますよね。マジでやばくないですか、これ新品ですよ。でもね、いろいろと搭載パーツの闇は深いので、そのあたりをレビューしていきます。それでは早速いきましょう。まずね、開封していきます。本体カラーはブラックとシルバーから選択できます。今回はブラックを選択しましたが、追加料金は0円でした。在庫状況によっては生産が遅くなることもあるみたいです。16,500円の PC の割にはなかなかかっこいいですよね。表面にはデコボコ加工がされており、若干ツヤがある感じです。高級感があって好印象ですね。指紋はね、ちょっと目立ちます。キーボードは一般的な日本語仕様ですが、バックスペースが非常に小さく作られていて、なかなか押しづらいです。その他はエンターキーが少し細いぐらいですかね。残りの部分は特に違和感はないと思います。打ち心地は少し固めで、現行の富士通や NEC のノートに若干似てるような感じがします。キーピッチは実測で横約 19mm、縦約 18mm となります。なお右側にはテンキーがついているので、普段デスクトップを使用する人には結構扱いやすいんじゃないですかね。エンターキーとバックスペースはやっぱり少し気になる部分になりますけどね。なおバックライトは非搭載となります。本体の大きさは高さ約 21mm、横幅 380mm、奥行きは 258mm となります。光学ドライブが搭載されていないので、かなり薄いモデルになりますが、 15.6 インチサイズなので横幅は結構でかいです。なお重量は実測で約 2kg となります。 15.6 インチでは標準的な重さではないでしょうか。本体が大きいこともあって、特に妙な重さを感じることはないですね。サイドのインターフェースはフルサイズの SD カードスロットが1つ、 USB2.0 が1つ、 USB3.1 が2つ、フルサイズ HDMI 出力が1つ、ヘッドフォンマイク端子が1つ、有線 LAN 端子が1つ以上になります。 15.6 インチの PC としては極めて標準的なインターフェースではないでしょうか。特にね、何の問題もなく使用できると思います。あとね、先ほどもちらっと言いましたが、 DVD やブルーレイを読み込む光学ドライブは非搭載となります。15.6 インチのサイズでは非搭載は少し寂しく感じますが、最近のノート PC は非搭載も多いので特に問題は感じないです。実際日常でディスクを使う機会もかなり減ってると思います。では早速起動してみたんですが、セットアップはかなり遅いですね。最初の操作が可能になるまで5分ぐらいかかってました。嫌な予感がプンプンします。で、触っていて気づいたんですが、タッチパッドはなかなか使いやすいです。滑らかで反応もいい感じ。5万クラスのノート PC でも操作遅延を感じるような妙なタッチパッドもあるので、これは嬉しい点ですね。というわけでセットアップが一通り終わったので、起動までの時間を測ってみました。 BIOS の立ち上がりまでが約5秒、デスクトップの表示までが約70秒、安定して操作できるようになるまでが約120秒といった感じです。現行の5万円以上する PC と比較するとかなり遅いですね。これはもう完全に HDD が足を引っ張っている形です。まあしかし 2.5 インチサイズの5400回転の HDD と考えると、まあ標準速度だと思います。ソフトウェアはね、おなじみのマカフィーセキュリティさんが入ってるぐらいで必要最低限でした。もちろん速攻アンインストール。ウイルス対策なんてね、個人ユーザーは Windows の標準機能で十分なんですよ。Windows 8.1 で廃止されちゃった Windows 標準の PC 評価を復活させるソフトウェア、 Win スコアシェアで測ったスコアはこんな感じです。ドンキ PC との比較も載せておきます。能力的にはデルの方が上ですよね。まあ悪くないんじゃないでしょうか。 HDD のせいでストレージ速度がちょっと遅いですね。続いてベンチマークの大定番、パスマークパフォーマンステストの結果はこんな感じです。まあかなり低いですね。ではね、ここからこのスコアを参考にして各パーツの評価を掘り下げていこうと思います。まず CPU はね、悪名高きセレロンプロセッサーです。基本セレロンっていう名前がついてまともに使える CPU は2021年現在ではほぼないと言っていいです。パスマークの CPU スコア平均値は驚愕の1278。一応僕が実機で測ったスコアは2000ぐらいだったので、若干の誤差はあるみたいですね。
ちなみに他のノート PC の CPU とスコアを比較するとこんな感じ。これはやばいですね。でもこれでもドンキノートの最新モデルに搭載されている CPU のセレロン N3350 よりは高いスコアなんですよね。Ryzen 4500U 搭載ノートなんかは6万円台で買えたりするので、皆さんはこちらを買いましょうね。メモリはシングルチャンネルで 4GB が1枚、アクセス速度はこの価格帯にしては早めの DDR4-2666MHz です。ネットブラウジングしている状態で使用量が 2.7GB ほどでした。さすがにこのままだと日常利用は少々厳しいスペックですね。幸い内部に空きスロットが1つあるモデルなので、もう1枚 4GB を足して 8GB にするのが理想的ですね。分解もね、ドライバー1本で簡単にできました。 DDR4 のノート用メモリ 4GB なら中古なら1500円、新品なら2500円ぐらいで購入できるので、後日増設してアップグレードのレビューをする予定です。ちなみに2スロットで最大 16GB まで増設可能です。無駄にカスタマイズ性が高いですよね。ストレージは 1TB のハードディスクを搭載しています。容量面は全く問題ないでしょう。速度に関しては安定のクリスタルディスクマークさんでチェックしてみました。かれこれ10年以上お世話になってます。そろそろこのソフトウェアには寄付するべきなんじゃないかなってね思います。実測値は平凡な 2.5 インチ HDD といった感じでしょうか。シーケンシャルリードはなかなかですが、ランダムリードライトがね、もう HDD 特有の遅さがねありますよね。 SSD には遠く及ばないが、質の悪い eMMC よりはマシかなっていった感じですかね。ちなみに eMMC 搭載のドンキノートとの比較はこちらになります。微妙な差ですね。なお搭載されている SD カードスロットの読み取り書き込みの速度はこちらになります。テストではクラス UHS3 のカードを使いましたが、めちゃめちゃ遅いですね。最低クラスに遅い。使い物にならないですね。まあノート PC に搭載されている SD スロットは基本的にはね遅いです。あとこの PC にはなぜか M.2 のフルサイズスロット2280が別で搭載されています。つまり最高速度の SSD を搭載できます。メモリといいなぜこんなに拡張性が高いんですかね。ちょうどね、自宅に M.2SSD が余っているので、メモリと合わせて後日こいつを魔改造してやろうかなと思っています。この機種のボトルネックは間違いなくストレージなので、これでかなり動作はサクサクになるはずです。はい、続きましてグラフィック性能なんですが、 GPU はチップセット内蔵型のモデルとなります。 UHD610 ですが、これはゲーミングではない限りどのノート PC でもそんなに性能は変わらないと思ってもらっていいです。ビジネス用途では特に気にしなくてもいいポイントです。まあ一応ね、デスクトップの本格的なグラフィックボードと比較するとこんな感じになります。圧倒的ですね。 3D ゲームは少し厳しいですが、一昔前のゲームなら割とサクサク動きます。ドラゴンクエスト10とかね、低解像度ならとても快適の表示が出ました。これね、結構びっくりしました。あとね、後ろで動かしているようにマインクラフトとかも普通に動きます。一応ね、他の 3D ゲームのベンチマークも測定しました。スコアはこんな感じになります。他の PC ベンチマークを見たことがある人ならわかると思いますが、軒並み低めです。が、Z8350 とかね、比べたらかなり優秀なスコアだと思います。案外ゲームできますよね。次はディスプレイを見ていきましょう。この機種は HD ディスプレイで非 IPS となるので、正直かなりひどいと予想していたんですが、意外とねそんなに悪くないです。ドット感とかがねもっと気になると思ったんですけど、全然綺麗に表示できています。一応ね 1366×768 なんで、一昔前の解像度ではあるんですが、特に不満はないですね。色味は若干青が強いような印象を受けますね。これは PC 側の設定でもある程度調整できるので気にしないでいいと思います。映り込みなどは特にない非光沢モデルで、タッチには非対応です。タッチはノートで使わないし、非光沢はむしろワーク向きなので、ここは好印象ですね。ただし非光沢非 IPS になるので、黒の表現はやはり弱いですね。引き締まった黒ではないです。あとちょっと白っぽい感じはあります。また映像では紹介しづらいんですが、明るさは十分にあります。ずっとね、今まで見せてきた画面は明るさ最低設定なんですが、全然ねちょうどよく見えてます。一応ね、明るさもファクションキーから簡単に調整できるので便利ですね。
視野角はね、IPS と比べると狭いですね。かといって画面端の色がにじむようなひどさではないので、実用には耐えるレベルだと思います。画面はね、購入前の予想よりはるかに良かったですが、ドンキノートと比べるとね、確実に負けている部分なんですよね。あっちはね、解像度も高いですし、IPS なんで視野角も広いです。バッテリーは 45W AC アダプターで充電するタイプとなります。PD 充電には非対応なので、充電するにはこの AC アダプターを持ち歩く必要があります。まあ本体サイズも大きいし、持ち歩きノート PC としては使わないので問題はないと思いますけどね。なお、AC アダプターをつないだまま高負荷をかけた際の消費電力は 16W ほどになります。逆に何もしてない時は 5W 程度な感じです。もともとね、スペックが低いので消費電力量も少ない感じですね。バッテリー容量は 42000mAh となります。体感的にはビジネス用途で実使用8時間ぐらい使える容量ではないでしょうか。ちなみにこの明るさのままで YouTube をね、ループ再生にして放置してみたんですが、7時間ぐらいはね、再生することができました。結構ね、長時間運用できる感じですよね。割と優秀です。スピーカーは 2.5W スピーカーが裏側に2機搭載されています。それなりにね、大きな音が出せます。これね、結構いい音出ますよ。少なくとも僕が持っていたドンキ PC よりは全然いい音ですね。下手したら僕の持ってる XPS より素直な音が出てる気さえしますね。悪くないです。安物のね、 PC の中ではかなり評価できる音質だと思います。一応マイクから録音したスピーカーの音はこちらです。あんまりわかんないですね。とりあえずひどい音がすることはないですね。まあオーディオに関しては音質を求めるユーザーはイヤホンを使用すると思うので、この項目はそこまで気にしないでいいと思います。製造元は安心と信頼の激安メーカーカニことリアルテック製ですね。この辺はいつも通りです。騒音についてですが、基本的に低スペックモデルなのでファンが回ることはほぼなくて、無音状態で使用することができます。分解した時にファンがあることは確認しましたが、実際回った様子は今回のレビューで一度も確認できませんでした。かなりね、発熱は抑えられています。一応ベンチマーク時などに CPU 使用率が 100% になっている状態で本体の表面温度を測定しましたが、一番熱かったところの部分でも約35度とかなり低い温度ですよね。今回は室温23度で測定しましたが、放熱には余裕があるようです。そもそもね、チップセットが発熱しないんでしょうね。一応ソフトウェア読みでは内部最高温度は45度ぐらいみたいです。ノート PC の CPU としてはかなり低い温度ではないでしょうか。ファンレスでもね、いけるレベルですね。ネットワークアダプタ関係はクアルコム製のものが搭載されていました。このあたりはしっかりしていますね。 Wi-Fi は AC まで対応しているので何も問題はないです。 Bluetooth は 4.1 とね、少し古い仕様なんで、無線イヤホンなどをつなぐ場合はちょっとね、物足りないと思います。 5.0 は欲しいですね。接続の安定性とかがね、全然違います。あとね、ソフトウェア関係の搭載事情ですが、 OS は Windows Home です。プロも有料で選択できますが、ホームで十分だと思います。プロならメモリを 128GB 以上にできたりしますが、個人で使う機会はなかなかない機能ばっかりなので不要です。なお、 Office に関しても搭載されていません。これもオプションで2万ぐらいで追加できますが、本体より高いっていうね。そんなこと起こるんですね。これに関しては互換ソフトや無料の公式オンラインサービスを使ったり、ヤフオクなどで購入するのがおすすめです。というわけでね、本体のレビューを一通りしたんですが、ぶっちゃけ使えるのっていう操作感の話を最後にしたいと思います。まずね、ブラウジングとかは特に問題なくできますが、読み込みに若干もたつく感じはあります。普通にね、サイトとか巡回しててもちょっとストレスを感じます。メモリの空きもね、全然ないです。CPU もあんまり余裕はないですね。動画視聴に関してはサクサク快適ですが、 4K 動画の再生とかはね、ちょっと厳しいと思います。まあこの PC で 4K 動画見る意味ないですけどね。オフィスなどの使用に関しても同様で、基本的にはサクサク使用できて問題はないんですが、いかんせん HDD が足を引っ張っているので、初回の読み込みが遅いんですよね。あとゲームとかなんですが、 CPU の時にちょっと触れたように、マインクラフトや古い 3D ゲームは全然プレイできます。チップセットがね、新しいですからね。あとは 2D 系のゲームですね。これも問題ないです。 APEX とかね、そういうのはね、論外です。動作すらしません。
といった感じのノートパソコンですので、そのまま使用するのはちょっとストレスがあるかなという感想でした。しかし明らかに足を引っ張っている、ストレージを乾燥してメモリを 8GB にすれば普通に日常で普段使いできる PC になるはずですので、こちらの魔改造動画を後日別撮りで上げたいと思います。お楽しみに。多分予算もねプラス5000円ぐらいでできると思います。もちろんね、普通にそのまま使えるパソコンじゃないので、一般ユーザーの方はね絶対買わない方がいいと思います。くれぐれもお気をつけて。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。